収穫祭が日南市吉野方にある農事組合法人帯ファームで6月7日に行われ、およそ100人の市民らが参加しました。18アールほどのハウスには木質ペレットを燃料にして育てたピーマン TM 鈴波という品種がたくさん実っています。収穫の料金は大人200円、子ども100円で取り放題。中には赤色のピーマンもあります。参加者は汗をかきながら袋いっぱいに収穫していました。楽しい。こんなにいっぱいになってると思わなくてびっくりしたのと、あと子どもたちが一緒に楽しんで取れるのでいい体験をさせてもらいました。トゲがついちゃう。早く食べたい。楽しい。取った分はしっかり食べないとと思ってます。みんなピーマン大好きなので毎年参加してるんですよ。こんなにたくさん収穫する夫婦も。収穫を終えた参加者はバーベキューにしてピーマンを食べることができました。宮崎県は冬春ピーマンの産地となっており、グリーンザウルスという名称で出荷しています。ピーマン収穫祭は地産地消やピーマンの消費拡大に役立ててもらおうと毎年開いているそうです。